今回の、北朝鮮の非核化に関する安保理閣僚級会合ですが、私からは北朝鮮の核ミサイル開発の脅威、これは新たな段階に入っており、北朝鮮の非核化のためには国際社会の圧力が必要であるということ、そしてこの北朝鮮による核ミサイル開発のため北朝鮮の人々の福祉は犠牲になっており、拉致問題を含む基本的人権の侵害に対する対応を含め北朝鮮に具体的な行動を強く求める上で国際社会の理解そして協力、これが必要である、これを述べました。今回日本の外務大臣として14年ぶりにウィーンを訪問し、2020年 NPT 運用検討会議の第1回準備委員会に出席をし、一般討論演説を行いました。またこの機会にオーストリアのクルツ外相、 IAEA の天野事務局長、 CTBTO のゼルボ事務局長、UNODC のフェドートフ事務局長、そして NPDI の各国代表と有意義な会談を行うことができました。現在北朝鮮の核ミサイルの脅威が一層深刻化するという厳しい安全保障環境の中、核軍縮不拡散の進め方をめぐり核兵器国と非核兵器国の対立が先鋭化するという厳しい状況になっています。私からは核兵器国と非核兵器国の信頼関係を再構築し、再び核兵器国と非核兵器国の協力と協調を取り戻し、核兵器のない世界に向け現実的かつ実践的な歩みを進めるべきであること、そしてそのための具体的な方策を示しました。